ケンソは日本のプロレスラー、テレビプロデューサー。本名、鈴木健造。愛知県碧南市出身。血液型は O 型。仮谷北高校でラグビーを始め、高校3年時には国体の愛知県選抜と高校日本代表に選出された。進度は明治大学を志望していたが帝京大学の推薦入試を受けて入学した。 しかし合宿所にいることをわずか4日にして、退部、退学して英国留学に向かい、進路を再検討する。かねて憧れていた明治大学に1年遅れで編入し、明治大学ラグビー部に在籍することになった。厳しいことには、定評があった当時の明大ラグビー部の合宿所生活に耐えて2年生からレギュラーポジションを獲得、大型ロックとして活躍する。 1996年より2年連続で大学日本一を経験し、98年は大学日本一こそ逃したものの2学年下の斉藤、裕也と共に重戦車 FW の中心的存在となった。この年にはラグビー日本代表チームの一員に選出されたということが一般的に紹介されるが、これは日本代表 A の合宿に呼ばれたものである。またこの年には、 ラグビーマガジン市場のファン投票によるベスト15にも選ばれている。大学卒業後は東海テレビに U ターン就職し営業部に勤務。それまでプロレスとは縁がなかったがたまたま立ち寄ったスポーツ用品店の店主を通じて坂口誠司と出会う。坂口氏からの熱烈なスカウトから営業職を退社し、 1999年4月1日、新日本プロレスに入団した。交際中だった大学の同窓で、福島中央テレビのアナウンサーだった水野裕子を説得し、東京へ戻している。2000年1月4日の中西学部戦で、鈴木健造としてデビュー。坂口誠二の後輩であり、また当時の現場監督だった、長州力のプッシュを受けたこともあり、同年、 第8回ヤングライオンハイをデビューわずか4ヶ月にして制し、プロレス大賞新人賞を受賞した。2001年に、棚橋博と共にタッグチームキングオブザヒルズ、キングオブザヒルズ、略称、コスを結成。俗に、棚橋と健造で、通称、棚健とも称された。その後、キングオブザヒルズに、佐々木健介、ブルーウルフを加えたメンバーで、スイングローズを結成。 さらには、リングネームを、鈴木健造から鈴木健三に改名した。2003年に、WJ プロレスに移籍。同年、ろ子と結婚する。2004年からは、同団体を退団。活動拠点をアメリカに移し、ティネにスポット参戦した後、WWE の試合会場にて直談パンしたことで急遽当日試合に参加。そのケラが気に入られに入団契約。 WWE では当初、ヒロヒトというリングネームでアメリカに太平洋戦争の復讐をしようとする日本人のギミックが与えられる予定であった。当初は北斎、海州、高氏、来電などのリングネームが用意されていたが同団体社長のビンスマックマホンがヒロヒトに決めてしまった。その後、登場予定のスマックダウンではこの名前で登場予告プロモが流された。 昭和天皇を連想させるようなこのギミックに対し、ヒロコが WWE 首脳部に抗議したことからギミックは変更になり、本名の健造鈴,鈴木としてリングに立つことになった。鈴木ヒロコ。また抗議したヒロコも WWE 首脳に注目され、結果日本人初の D は芸者ガールとして共にデビュー、活躍することとなった。スマックダウンでは、 フランス系カナダ人のレネ・デュプリとの異色タッグチームで活躍。また、反米ギミックから、新米・ギミックに変わったり、トリー・ウィルソンに熱を上げて広こと、トリー・ウィルソンの対決ストーリーを演出したりもした。2005年7月にローに移籍するが、以前から、喧騒サイドが要求していた年間120日の休暇、賃上げ交渉が決裂。怪我も負ってしまい、w WE を解雇された。 2005年にはハッスルと契約。同年11月3日には、ハッスルマニアにて試合を行い、日本マットに復帰した。アメリカで放棄を相手にしてもプロレスがやれることを学んできたの言葉通り、泉元屋の空中元屋チョップの前に、敗北をやってのけ、プロレス初経験となるヒレスラーを相手に、プロレスの試合を成立させた。その後、同年12月のハッスルハウスでは、 アキラミスター鬼瓦、ライオセイザーライザーグレンと対戦するも、いずれも敗北。2006年2月に藤井社も侍相手にハッスルでの初白星を挙げた。3月シリーズでは、川田俊明に負けたことにより、モンスター軍入り、お笑いタレントの RG と対戦2分ほどで勝利を収めるも、最終戦では、 HG 相手のタックマッチで妻のヒロコともども下着姿にされた上に破れるという屈辱的な姿を晒す。4月のハッスル16でも坂田渡るを終始圧倒しながら、リングサイドのヒロコにエアプレーンスピンで回している。坂田の足が当たり、呆然としている暇に丸め込まれ、ヒロコは下げ間に呼ばわりされてしまう。w WE 時代から続くウルティモドラゴンとの関係から、 ドラゴンドアにも登場。ドイツのローカル団体で試合を行い、メキシコの CMLL にも参戦するなど世界各地で活躍する。ハッスルとの契約満了、メキシコ CMLL に移籍。同時に、日本のインディー団体の祭典、レッスルエクスポ2006では、DDT プロレスリングの高木三四郎との電流爆破マッチが決定する。元祖電流爆破、大似たアーチへの訪問。 ユニオンプロレス、大日本プロレスなどのマットに参上。停電等のアクシデントもありながらも、高木から勝利を取る。2006年11月には、メキシコの英雄ミルマスカラスの復活祭で、対戦相手に選ばれた。2007年3月、CMLL からライバル団体であるル a に移籍。7月15日に行われた、ル a 最大の工業である、トリプルマニアでは、 日本人としては初めてメイン戦を務め、名実ともにメキシコのトップレスラーとして活躍。2007年11月、ドラゴンゲートにマッスルアウトローズの一員として短期間参戦。2009年、日本のリングに縁のあるオリエンタル杉で大ヤクザを結成。2010年、トリプル、A、と契約公開せず、日本へ帰国。2010年7月25日、 全日本プロレスにブルールマーダーズの一員として、剣ソを名乗り乱入、欠場中で解説席にいた武藤刑事を流血に追いやった。同年8月29日両国大会では、VM の仲間に助けられつつもグレート無他にダブルにドロップで勝利した。試合後に全日本プロレスとの3年契約を結んだことを発表し、今後も継続して参戦していくことになった。 9月20日の後楽園ホール大会では、レネデュプルトの元 WWE タッグ王者コンビで、アケボの太陽ケアの持つ世界タッグ王座に挑戦したが敗戦。10月10日の後楽園ホール大会で行われた、浜良太との試合で、ヒールファイトに目覚めた河野正樹を、たるの許可なく、VM に勧誘し獲得。2010世界最強タッグ決定リーグ戦はその子の、 との大型日本人タッグで出場。VM メンバーの介入などを巧みに使い勝利を挙げ、決勝戦進出。決勝戦では、スワマ、ハマ両匠を下して優勝した。しかし、この頃からヒールとして、不可解な発言や行動を取るようになり、他の VM のメンバーとの亀裂が浮き彫りになる。2011年1月3日後楽園、ホール大会では、このとのタッグで、 世界タッグ王座に再挑戦するも、試合中にコヌと空中分解し敗退。ケンソは自らが勧誘したコヌによって VM を追放された。その後、同じく元 VM で VM と対立するゾディアックとタック組が、その後、ゾディアックの来日が遠ざかると、グレート、ムッタとのタッグ結成を懇願したグ結成が実現した。世界タッグ王座決定戦を制し、 同王座を獲得する。同年8月26日、日本武道館で行われた、オールトゥギャザー東日本大震災復興支援、チャリティープロレスに出場し、ケンソはメインイベントの6人タッグで、中村新介、杉浦隆史と組と那覇市スワ塩崎強組と対戦した。試合後半の仲間あれでケンソが孤立、杉浦、 中村両者と相手方二人の得意技を立て続けに、受け、最後に、棚橋のハイフライフローを喰らい、ホール負けを喫した。翌9月からは全日本プロレス活性化のために、革命が必要だとして、新軍団、チームビチ、と、を発足させ、メンバーとして、メキシコ時代の名優ダーククエルボ、ダークオーズを呼んだ。しかし、そのチームビチ、 指導第一戦目に二人に裏切られる。ムッタとの世界タック王座も奪われる。ムッタとも決別する。途中加入した、総春が、ビザ取得のため一時帰国。2012年になり自らが、ドラフト指名した、カズハヤシとのタッグで、世界タック再ダッシュを目指すものの失敗。チームビチッと。和解三四革命は愚か、ケンソ自身の凋落の道しるべとなった。 一方で空気を読まないキャラクターには磨きがかかり、その独特の雰囲気は、ケンソワールドと呼ばれ、相手を惑わせている。また、同じく独特の空間を作り出す井上正夫や、東北の英雄ことザグレート、サスケとのタッグを組むなどその話題にはことを書くことは、なかった。11月、バーニングを脱退した、塩崎らと共に、X 指導を結成。新ユニット初戦で、突如、 タックパートナーの塩崎を裏切って、歯隠れを見舞った。その後ディーロ、ブラウン、バンビキラー、蝶野正宏と結託し、新軍団、DK を結成した。2014年12月14日、後楽園ホールで行われた全日本プロレス、和田京平レフェリー40周年歓歴記念大会、和田京平プロデュースで、鈴木小太郎を破り、ガオラ TV チャンピオンシップを奪取した。 2015年8月1日をもってフリーに転向。全日本には、継続参戦をしていて全日本の他にも、大日本プロレス、01、DDT プロレスリング、FMW などにも参戦をしている。11月3日、DDT 名古屋大会に参戦。高木三四郎に、電流爆破マッチを要求したが、高木の持つキングオブ、ダーク王座に挑戦して破れ5日間ではあるが、 同王座を体感した。その後も DDT には参戦して高木とのシングルを要求している。12月13日、DDT 博多大会で大家圏率いるユニット大化帝国に加入。2016年現在、DDT プロレスリングへの所属を高木三四郎に要求するもののこれを全て断られている。また上海イグフのヘッドコーチとして活動もしている。 2017年2月17日、元ガオラ王者 X として全日本に久方ぶりの来場。3月12日に秋山ひとしとガオラ王者決定戦のシングルを行う。2017年後半に共同テレビジョンに入社し、第三制作部に配属される。12月24日放送の BS 富士、反骨のプロレス魂でプロデューサーデビュー。 元素として活動するようになって、以後は空気が読めないキャラを確立し、独自の世界を表現するようになる。上背があり、手足が長いながらやや細身という、日本人レスラーには珍しい体型を活かした攻撃が多い。ダイビングエルボードロップ現在の主なフィニッシュホールド。長身でコーナートップから繰り出されるため迫力がある。歯隠れ救命、シャイニングアタック。 新日本時代、プエルトリコ遠征で開発した、フィニッシュホールド。膝立ち状態の相手にレックラリアット気味に放つ、低空ジャンピングニーバット。はが列れ名クローホールドスと、別名、津波、津波。WWE 時代に開発した、フィニッシュホールド。ブキャナンのアイアンバスターと同型だが、形的には、アイアンを外刈りに近い。垂直落下式。 ブレインバスター一時期、フィニッシュホールドとしても用いた。WWE 時代には、同団体の技の規定によりほとんど使用されていない。バックドロップ新人時代のフィニッシュホールド。かつては下半身が不安定という理由で見た目的にも、威力的にも酷評を受けた。加快式で持ち上げて、半身を浴びせるように落とす、独特のフォーム。d k ロック変形下動クラッチ。 フランケンシュタイナー時々不意にカウンターで使用している。喧騒の場合体格がでかすぎるためか、かなり斜めにひねって極めている。ダイビングニードロップ新日本時代からの得意技で、全日本時代にはフィニッシュホールドとして使用されていた。WWE 時代には合唱ポーズで仕掛けることが多かった。スピアラグビー経験を生かした新人時代からの得意技。 若手時代は前のメリーに突っ込んでいたが、現在では両膝を突くか、体を横に流すような形で使用。張り手大振りに左手で顔面に放つ、主要打撃技。口癖である、ビチ、と、を、炸裂音にかけて、技名として表現されることも多い。プランチャスイシーダ大型選手には珍しく、それなりの頻度で繰り出す得意技。反対側のロープには走らずに、 距離をとって走り込んで飛んでいく。飛ぶ前に時間をかけて、観客を煽るため、相手に逃げられることが多い。腰紐攻撃を主に、ロープカウンターで用いられる、反則儀。コスチュームの一部である腰紐で首を締め上げる、チョーク攻撃。リフェリーから注意を受けると、私は何もやってないでしょうが、僕は何もやってないですよ。と叫ぶのが定番。なお、 腰紐はコスタリカで購入したもので200ドルほどとのこと。パウダー攻撃 WWE 新日本プロレス、全日本プロレス DDT、プロレスリング VKF プロレスプロレス大賞。ありがとうございます。